今回はこちらのプリウス、30型と呼ばれる一つ前の世代のプリウスでございますが、シートのレイアウトは、現行のモデルよりは少しやりやすいのではないかとは思っております。ただしこちらのお客様はなんと身長185センチオーバーという方が、通勤にこの車をご利用になっております。今回の装着の目玉はリアモーストの、確保ということでございます。通常より後ろにシートが、スライドするような小細工を、用意しての装着の模様でございます。そのあたりのお客様のコメントを聞き出し、さらに何かをするかどうかを判断する大事なポイントです。で、股の間に手入れて、あのスライドする股の、ま、そう、股の間からやった方がいいよ。で、今それで今一番後ろぐらいかな。で、もうちょっとどう、もうちょい前出して運転した方がいいかな。いや、一番後ろでいいっす。これで通常にレカロシートつけるより60ミリ後ろに行かせてるんだ。これすごいでしょ。ね、ちょっとこれ以上になるともうちょっと危ないんで、一応このぐらいで大丈夫でしょ。足だいぶ楽になったんじゃないですか。あ、楽ですね。ね、で高さが前側が一番低くて、ね、後ろ今高な感じ。どう？頭も全然余裕でしょ。余裕っす。なんか、じゃあこれが一番良さそうですかね。じゃあこれで本固定しますよ。はい。なかなか羨ましい立派な体型でございます。とはいえ、自動車のシートに関することであれば少し手強い領域の体型となっておりますので、ジェットセットとしても、たくさん多くの気を使っての装着の模様でございます。どうぞ同様の体型の方で、すでに装着をしてしまったとか、これから装着をしたいというお客様がおいででしたら、ジェットセットにアクセスをどうぞ。皆様からのお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。